やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、待ってた人も多いんじゃないかな？ DRN の新語ドライバーモデル、DRN ST5 だ。DRN は中華イヤホンの低価格帯では非常に有名なブランドで、1万円以下最大のドライバー搭載数を誇るハイブリッド型、DRN VX Pro や、サイアスの 15BH、ESD 搭載トライブリッド、最近では、平面磁気駆動ドライバー採用モデルの有効に乗っかって、DRN キリンを発売するなど、低価格、高品質を売りにしてるブランドだな。また、上位機種のほとんどに、アルミニウム合金製の外装が使われていて、高級感、使用感に優れたブランドでもある。今回登場した ST5 は、そんな TRN の中ではマルチドライバー化が進んだ、5ドライバーモデル。5ドライバーは、イヤホンとしてはかなり多い部類に入るんだけど、TRN はすでに VX Pro という、旧ドライバーモデルを発売しているので、それに比べるとインパクトは浅く感じる人もいるかも。ただ、このイヤホン、ダイナミックドライバーが VX Pro とは別系統で、全く異なるサウンドキャラクターを持っていることにも注目したい。DRN 系イヤホンではほぼ標準装備のアルミハウジングも装備、さらに、アップグレードされた、プラグを変更可能なケーブルが最初から付属するぞ。プラグも 2.5mm、3.5mm、4.4mm が最初から付属していて、どんな環境でも箱出しで最高性能が引き出せる仕様だ。で、この ST5、何が従来のモデルと違うかというと、この手の中華低価格ハイブリッドイヤホンの中で、最も性格を大きく変える、ダイナミックドライバーが従来機とは異なる。本機に採用されているのは、このタイプのイヤホンでは定番の、10mm ダイナミックドライバー。低価格モデルのハイブリッド機では、低音の臨場感を高めるために、この手の 10mm ダイナミックドライバーが採用されることが多い。また、2018年頃に登場した、デュアルマグネティックサーキット採用のモデルは、特にサブベースの強烈な印象を与えるものとなっていて、現在の低価格モデルのほとんどは、この10mm デュアルマグネティックサーキット、言い換えると二重磁気回路採用のダイナミックドライバーを基本にして、PA の数を積み上げたり、種類を変えたりしてバリエーションを作り出すものがほとんどだ。ただ、この 10mm ダイナミックドライバー、機器の弱点が存在していて、低音をゴリゴリのマッチョに仕上げることしか考えていないモデルなので、高音域がいまいち明瞭にならないチューニングのものが多い。で、その弱点の高音域を PA で殴ることで、従来の、中華低価格ハイブリッドイヤホンは、己の弱点を解決していたわけなんだけど、最近のモデルは、このドライバーの解放度を上げたり、振動板を変えたりして、残されていた弱点を解決するものが多くなった。先ほど、名前が挙がっていた、DRN VX Pro の場合、振動板を硬質、軽量なカーボンナノチューブに変更することで、この課題を解決した。ライバルの KZ は薄型振動板でこの問題を解決し、1ダイナミックドライバーモデルを展開したりしてたな。では、この ST5 のアプローチはというと、ベリリウムコート振動板を採用することで、従来型より一歩進んだ音質を獲得している。このベリリウムコート振動板を採用する、低価格マルチドライバーモデルは、現状ほとんどなく、唯一ライバルになるのは、同じ TRN が発売している、DAH-MAX だ。こちらは、4DAH ダイナミックドライバー構成の ST5 に比べて、1DAH ダイナミックドライバー構成と、構成が異なるほか、BA の点数を抑えて、代わりにノールズ製 BA を採用する、という差別化がされている。より小構成のハイブリッド型が好みの人は、DAH-MAX に手を出してみるのもいいだろう。ST5 はケーブルをアップグレード、構成も大きく増やしたものの、PA のブランドを変更するなどして、それほど大きな値上がりは発生していない。久しぶりに発売された、しっかり新機軸を搭載したイヤホンで、かつ、価格としても円安だろうが1万円以下に抑えられた、良心的なイヤホン、ってわけだ。まずは外装部分から見ていこうか。シルバーのみのラインナップ。形状は従来型と同様で、装着感の評価が良かったモデルの形を踏襲している。装着感に関しては、まず不満が出ることはないと思うな。このタイプの耳掛け型として、すでに多くのユーザーの声が上がっている形状だ。イメージ通りの大きさで、一般的な形状だな。全体にアルミニウム合金が採用されていて、フェイスプレートには、年輪のような円が重なったデザインが採用されている。実際に見ても、やっぱり価格を良い意味で裏切る質感だ。TRN 製品の外装は、しっかりと高品質なので好感が持てる。ノズル部分は別パーツで、しっかりとしたダストフィルターと、イヤーピースの脱落を防ぐ返しがついている。外装については、他の TRN 製品と同様、しっかりと満足度と装着感を得られる仕上がりになっていると感じたぞ。
DRN-VX Pro などの、2万1万円クラスに採用される、少し大きめのパッケージに、ケーブル、イヤーピース、そして2種類のケーブル変換用プラグが付いてくる。付属プラグと組み合わせれば、現在流通している一般的なオーディオプレイヤーのどれにでも組み合わせることが可能だ。代わりに、VX Pro などでは付属していた缶ケース型のポーチは省略されている。あれ、数が増えると結構かさばるので、個人的にはこのパッケージの方が好印象だ。あとの付属品はイヤーピースクリアタイプ、DRN のイヤホンに必ず付属する、赤と黒の従来型。それから、1サイズのみ、低反発ウレタン型が付属する。シンプルなパッケージ内容だけど、的確にプラグ変更可能なケーブルをバンドルしてるので、満足度はかなり高かったぞ。ちなみにイヤホンの端子は QDC 型だ。DRN は最近全部これだな。内装についてはベリリウムメッキダイナミックドライバについての項目で、先ほど話したから、このまま音色について話していこうか。ST5 は、10mm のベリリウムダイナミックドライバーを土台に、4台の DA ドライバーが組み合わさったもので、その礎となるベリリウムメッキドライバーの性格は、高音域、低音域ともに華やかな音色だ。これは、すでにこの ST5 と同じ、DRN が発売しているベリリウムドライバー採用機、DRN-TAH-MAX でも同様の性格がよく出ていて、きらびやかでよく伸び、抜けの良い高音域、量感のある中音域、そして衝撃と圧力が両立したベースからサブベースが楽しめる、個性の際立ったイヤホンだった。よりマルチドライバー化の進んだ ST5 では、個性よりも、より完成度や統一感が引き立った仕上がりになっていると感じられる。ベリリウムメッキダイナミックドライバーの性格に、4台の DA が個性だけではなく全体のバランスを取った印象だな。高音域は、シャープすぎる部分がなくなって、それでも明瞭に聞こえてくる、ハイブリッドとベリリウムダイナミックドライバーの良さのミックスといった感じ。金属質になりすぎず、かといってソフトになりすぎずに、感触によりすぎない音色を提供してくれる。中音域は、同じ TRN の TAH-MAX より優れているように感じられる。とはいえ、ボーカルを最重要視するものに比べると、多少は高低音域に要素を割いてる印象はあるが、それでも、ボーカルが擦れるような不快音などは発生しないし、密閉度の高いデザインのためか、全体に量感を感じる仕上がりだ。情感たっぷりに歌い上げる、声量や熱量が大事な曲でも、しっかり再現できると感じたぞ。そして低音域、量感、引き締まりのちょうど良いあたりだ。ただ、TAH-MAX くらいハキハキ出てくるものを想像していると、ST5 の方が、全体的に音が温かいので、TRN っぽい、反応の良い音、というのを期待すると、TAH-MAX の方が、期待通りの音を出すかもな。単体で見ると、ST5 は実に優れてる。ベリリウムメッキダイナミックドライバーのイヤホンはいくつか聞いているけど、単体のモデルでは、ベリリウムメッキの特性である、金属質できらびやかな高音、そして弾む、沈むベースのせいで、曲全体の印象が、ベリリウムメッキダイナミックドライバーのキャラクターに引きずられることが多いんだけど、ST5 は、それらの魅力を残しつつも、より標準的なバランスに寄せたイヤホンであると感じたぞ。空間は、適度に広い程度で、ここも派手な広がりを感じさせる、他社モデルとは違う性質だな。他社製品と比較してみよう。類似のマルチドライバーハイブリッドと比べると、ST5 は迫力を保ちつつも、より優等生的に作られているように感じる。KZ の ZAce よりも切り分けやすく、低音域のインパクトの強調されていない音で、ZAce ほどキレや開放感を重視していない。強いて言うなら近いのは、6ドライバーの ZSX なんだけど、ZSX に比べると、ベリリウムメッキダイナミックドライバーっぽい、高音域、低音域のメリハリがちょっと顔を出して、そこが楽しさを生んでるように思う。ベリリウムメッキ1ダイナミックドライバー機に比べると、当然ながらベリリウムメッキダイナミックドライバーきっぽさは ST5 の方が少ない。PA も、キレや爽快感重視ではなく、音のまとまりを生み出すようなチューニングなので、全体に中音域に、よりしっかりとした量感がもたらされていると感じるな。全体のバランスを求めるなら、ST5 が、よりキレのある高音域が欲しければ、1BAH ダイナミックドライバーの、DRN-TAH-MAX や、10mm より小さいダイナミックドライバーを使った、1ダイナミックドライバーベリリウムメッキモデルをおすすめするぞ。というわけで、ST5 は、全体のバランスに配慮しつつ、若干、素材由来の楽しさを覗かせて、かつ、今年出てくるのにふさわしい仕上がりの、マルチドライバー機だ。近いアプローチはあるけど、やっぱり同じものは過去に出てないな。DRN の5ドライバー機だと、V90 と V80 が上がるけど、どちらとも異なる音色で、より暖色な印象がある。近い価格帯には、旧ドライバーの VX Pro がいるけれど、あちらの方がソリッドで、より聞き分けやすいバランス。ST5 は、より温かみや厚みがありつつ、聞き分けもしやすい音色だ。どちらが良いとかはないから、自分の好みで選んでいこう。
円安というネガティブな条件の中でも、8000円以下で購入できるのは驚きだ。この価格で購入するなら、間違いなく後悔しない1台だと思う。やはり TRN のコスパ力は一つ抜けてるな。といったところで今回はここまで。